白い合わせに柔らかい薄紫を重ねた華やかな姿でないほっそりとした人で、どこか際立って非常に良いというところはないが、繊細な感じのする美人で、物を言う様子に弱々しい可憐さが十分にあった。佐伯らしいものを少しこの人に添えたらと、源氏は批評的に見ながらも、もっと深くこの人を知りたい気がして、さあ出かけましょう。この近くのある家に行って、気楽に明日まで話しましょう。こんな風でいつも暗い間に分かれていかなければならないのは苦しいから、というと、どうしてそんな急なことをお言い出しになりますの?と応用に優雅は言っていた。変わらぬ恋を死後の世界にまで続けようと源氏の誓うのを見ると、何の執念も挟まずに信じて喜ぶ様子などのうぶさは、一度結婚した経験のある女とは思えないほど可憐であった。源氏はもう誰の思惑もはばかる気がなくなって、右近に随身を呼ばせて、車を庭に入れることを命じた。優雅の女房たちも、この通う男が、女主人を深く愛していることを知っていたから、誰とも分からずにいながら相当に信頼していた。ずっと明け方近くになってきた。この家に鳥の声は聞こえないで、現世利益の御嶽教の信心なのか、老人らしい声で立ったり座ったりして、とても忙しく苦しそうにして祈る声が聞かれた。源氏は身にしむように思って、朝露と同じように短い命を持つ人間がこの世に何の欲を持って祈祷などをするのだろうと聞いているうちに、南無到来の道士と阿弥陀如来を呼びかけた。空、聞いてごらん。現世利益だけが目的じゃなかった。と褒めて、乳母族が行う道を知るべにて、今夜も深きちぎりたがうなとも言った。元宝と楊貴妃の7月7日の朝聖殿の誓いは実現されない空想であったが、56億7000万年後の弥勒菩薩の出現の世までも変わらぬ誓いを源氏はしたのである。先の世のちぎり知らるる身のうさに、行く末かけて頼みがたさよと女は言った。歌を詠む際なども豊富であろうとは思われない。月夜に出れば月に誘惑されて行って帰らないことがあるということを思って出かけるのを躊躇する夕顔に、源氏はいろいろに行って同行を進めているうちに、月も入ってしまって東の空の知らぬ秋の東雲が始まってきた。人目を引かぬ間にと思って、
源氏は出かけるのを急いだ。女の体を源氏が軽々と抱いて車に乗せ、右近が同乗したのであった。五条に近い帝室の御院である某院に着いた。